毒を食らいすぎた。これはいけない。なぜ今日の給食は肉の王者すき焼きだ。しっかりしろ。しっかりするんだ。しっかりしろ。おはよう。おはようございます。待て。なんだこの髪型は。リーゼントってやつか。やめろこの野郎。この細いベルト、なんだこれ。おい、なんのために。カバンもここまで発足して、なんだこれ。ソクタッチだよ。靴下を止めるノリか。そうだよ。そんなものお前が持ってるどうする。何のシチュエーションで靴下のずり下がりが気になるんだ。いいだろお前。教科書はどうした。え、薄いカバン一つに靴下のノリ一つで学校に来てるのか。勝手だろ。帰れ。お前は学校に来る権利がない。私は給食が好きだ。給食のために学校に来てると言っても過言ではない。しかしそんなことを生徒に悟られてはならない。そんな私に挑戦状を叩きつけた男、神の合理。この戦いはまだまだ続く。なんだそれ、うまそげじゃないか。コレステロールさん。嘘だ、そんなの嘘だ。やめろ、やめてくれ。それはもはや罪だ。おーのー。給食を廃止します。これは決定事項だから変えられないんだぞ。私は先生はいいんですか。僕は給食が好きですから。給食は文化です。給食をバカにするなんたに教育を語る資格はない。明日からまた給食が始まる。僕が給食を好きな理由はみんなと同じご飯を食べるからなんだって。いざ実食。いただきます。うまい。劇場版おいしい給食ファイナルバトル。